ビデオダイアリー、セプテンバー 24th, 2015子供について、友を責めるな、好意を責めろ。みなさん、こんにちは、えー。昨日、ビデオダイアリーを送ったばかりです。で、皆さんに、まあ、簡単なアンケート調査をお願いしましたら、まあ 本業,本業っていうわけじゃありませんけども、謎のテント戦よりもですね、まあ、高評価といいますか、高い評価が多くてですね、えー、まあ、嬉しかったと同時に、やる気が出てきまして、今日今、たまたま1時間ほど、あの、時間が空きましたので、えー、また別の、あの、はい、ビデオを送ります。えー、今日はですね、友を責めるな。 行為を責めろやはりこれもイギリスの教育科研ですけどもまずそれを読んでみます。あなたの子供があなたから見て好ましくない友人と付き合い始めたらあなたはどうするだろうかしかもその友人からどうも良くない遊びを覚え始めたとしたらこういう時の鉄則はただ一つ「友を責めるな行為を責めろ」である。 これはイギリスの教育格言だがこういうことだこういうケースで A 君は悪い子だから付き合ってはダメと子供に言うのは子供に友を取るか親を取るかの二者択一を迫るようなものあなたの子供があなたを取ればよししかしそうでなければあなたと子供の間には大きな亀裂が入ることになる友達というのはその子供にとっては 子供の人格そのもの友を捨てろというのは子どもの人格を否定することに等しいあなたが友達を責めれば責めるほどあなたの子供は窮地に立たされるそういう状態に子供を追い込むことは大変まずいではどうするかこういうケースでは行為を責めるまたその範囲で治めるタバコは体に悪い 夜更かしすれば健康に良くない。バイクで夜騒音を立てると眠れなくて困る人がいるとかなど、コツは決して友達の名前を出さないようにすること。子供自身に判断させるように仕向ける。そしてあとは時を待つ。と書くだけだと、イギリスの格言の受け売りで終わってしまう。そこで私はもう一歩、この格言を前に進める。 そしてこんな格言を作った好意を責めて友を褒めろと子供というのは、えー、自分を信じてくれる人の前では良い自分を見せようとするそういう子供の性質を利用してまず相手の友達を褒めるあなたの友達の B 君あの子はユーモアがあって面白いわねとかあなたの友達の B 君っていい子ねこのプレゼントを持っていてあげてねとかそういう言葉は あなたの子供を子供を介して必ず相手の子供に伝わるそしてそれを知った相手の子供はあなたの期待に応えようとあなたの前では良い自分を演じるようになるつまりあなたは相手の子供をあなたの子供を通して遠隔操作するわけだがこれは子育ての中でも高等技術に属するただ一言よくうちの子は悪くない悪いのは友達だ 友達に誘われただけだ、けといいう親がいる。しかし、類はとも呼ぶのことわざどおり、こういうケースでは、まず自分の子供を疑ってみること。祭りで酒を飲んで補導された中学生がいた。親は、誘われただけだと泣いて弁解していたが、調べてみると、その子供が主犯格だったというようなケースはよくある。自分の子供を疑うのはつらいことだが、 友が悪いと思ったら原因は自分の子供と思うことだから余計に友を責めても意味がない何でもない格言のようだがさすが教育先進国イギリスと思わせるような明確言であるこれはあの子育てに限らないでやはり人間関係全般にわたることですよねまあ要するに 行為をめめても友を責めないと,いうことですよ、ね、まあ、あの、まあ、相手、子供がね、まだ幼児、あるいは少年小学校の低学年時ぐらいでしたらね、親が間に割り込んでいって、そして、まあ、こうした干渉と言いますかね、がもできるわけですけども、まあ、あの、子供というのは大体、あの、最初は、あの、母子、母とこの関係で始まるわけですね。そして、それがですね、父、 というふうに広がっていくわけですけども、まあ、やがてもう保育園、幼稚園入る頃になりますと、今度はその先生との関係といいますかね、大人と自分との関係ということで枠を広げていくわけですけども、さらにまあ社会性が育ってきますと、まあ、小学校入る手も、まあ 一歩手前ぐらいからですかねあの、いわゆる友達との、いわゆる第三世界というのを作り始めるわけです。でこの第三世界がですね、まあ、あのいわゆるまあ小学校入って2、3年、あるいは思春期前夜になる頃には、急速に広がっていくわけですね。その広がり方というのはもう、なんて言いますか、加速とってきていますか。あのやがてそのだ、その母子関係であった、あるいはあの家族の関係であった第一世界、それから幼稚園、保育園などのおける、ね、先生と自分との第二世界。 とはもう比較にならなならいいほど大きくくっていくわけですよねそれがまあ私は第三世界と呼んでいます。でまあ現在はですね、あのー、バーチャルリアリティの世界も入りますから、まあ、あえて言うならそれは第四世界ということになりますけども、まあ、それは今回は、ね、考えないでおきたいと思いますが、まあ、いわゆるその空想の世界に入っていくということですけど、それはあまり幼児の場合は好ましかありませんね。まあ、子供をですね、あのー、いわゆるくまあく、まあ 空想させるのは構わないけども、空中の老格に住まわせてはいけないという、まあ、やはり同じような教育加減がありますけどもね、まあ、子供がですね、いろんなファンタジー、物語のね、そういったものを読んだり聞いたりして、頭の中でまあ空想していく、これは楽しい、楽しいと言いますから、いいことなんですけども、しかし、そこに住まわせてはいけないということは、いわゆるハマってしまってね。 いわゆるまあそういった現実と、いわゆる空想の世界が区別つかなくなってしまってですね、そうい空想の世界で、えー、ものを考えるということはまずいという意味ですね。ですから空中の朗角に住まわせてはいけないという、まあ、格言もあるわけですよね。まあ、要するに、まあ、そういったその世界があるわけですけども、これはまあバーチャルリアリティの世界ということになるわけですよね。まあ、要するにこのだ、まあ、そこまで行く今日はいいんですけども、第三世界というのは広がっていきますと、いわゆる友達、 っていうのはあの、世界が広がっていくわけです。その友達というのは、子供にとっては人格なんですよね。 例えば逆の立場で考えてみれば、あ皆さんもお分かりになると思いますけれども、皆さんもいろんな方と付き合っていらっしゃると思いますよねで。それはあなたにとっては人格なんですね。それを誰かが否定したとしますよね。あ,のあんたの友達の A さんはあれ,あれは悪い人だよなんて言われてもですね、まあ、その時、その瞬間に、まあ、その友達を取るか、それを言いつけた、まあ、別の人の、ね、言葉を取るかという、まあ、卓一の問題になってきますとね、友達の方がやっぱり大事ですから、その言った人の方法を切りますよね。 それがまあその、いわゆるその、今度は親子関係でもそれが言えるということですよね。お母さんがですね、B 君はあの子悪い子よ、あの子と付き合っちゃダメよって言って、まあ、その子供に言ったとしますわね。そうすると子供はですね、選択に迫られるわけですよね。お母さんを取るか、B 君という友達を取るかっていう時になるわけですね。まあ、しかし、まあ、だんだん年齢が大きくなってきますと、まあ、今度は親の方を捨てるわけですよね。 まあ、そういったその択一というのは、まあ、迫るということは、まあ、親側にすればですね、親側にすれば大変危険なことで危険というかあの、まあね、親の方が逆にこう捨てられるという可能性もありますからね。ですから、あの大変危険な選択を迫るということになるわけですね。ですから、まああのとまあ、何かね自分,の自分の子供がですねどうも良くない子供と付き合い始めたというような場合もですね、それは、その 相手の子供のまあ、名前は出さないということですよね。まあ,あの例え、ば、今先ほどあのまあ、原,稿原稿というか、本の中に書いた通りでしてね。あのいわゆるまあ、どういう行為がどういうふうに悪いんだっていうと、ころまで話して子供に判断をさせながら、そしてま何て言いますか？友達のその人間関係まで介入しないということですよね。それはあの？ 私たちも大人の世界でも、えー、常にそういったその選択と言いますかねあの、を強いられていることは事実なんですよね。例えば、まあ、近所の人,人たちとの人間関係であるとかね、あるいは親類親戚の人たちとの人間関係であるとかってことになるわけですけどもね。まあ、あの要するに自分の価値観というものを あ相手に押し付けるということはいかにまあ危険なことであり、またそれは、ね、一つ間違えれば、あのあのいわゆるその人間関係そのものを破壊してしまうことにもなりかねないということですね。そこで、まあ、ちょっとあの本文の中で言いましたけども、口頭技術ですよね。逆にあの褒めてみるんですね。いわゆるその押してダメなときは引け、引いてダメなときは押せというのは一つの、まあ、子育ての原則ですけども、例えばその、例えば そのあ,なたのあなたのお子さ,さんがですね、まあ、あまり良くない B 君と付き始めたと。でそういうときにその B 君をです、ね、逆に味方にあの取り入れてしまうんですよね。それは先ほどちょっと言いましたように、子供の目の前でね、B 君って面白いわね、あの人言う,言うもんがあって、お母さん話してると好きだよとかね、B 君か面白いな、あいつなかなかあの大物になるぞとかって話をするわけですよね。そうしますとですね、あのー、今度 B 君は、ね、その話を必ず聞くんですね、子供を通して。 そうしますと、その行為の偏更性っていう言葉はありますけども、あの、いわゆるその行為の偏更性っていうのはどういうのかと言いますとですね、例えばあなたがですね、A さんのことをいい人だと思ってますでしょ、うん、そうすると A さんもあなたのことをいい人だと思ってるものなんですよね。 いわゆる、まあうご、魚心あれば水心っていう感じになるわけですね。まあ、日本ではそういうふうに言うわけですけども。要するに、まあ,あ、人間の心っていうのは、まあ、お互いに偏方性があるということですよ。で、例えばあなたがですね、A さんのことを悪い人だと思ってると、A さんの方もあなたのことを悪い人だと思ってるもんだし、あなたが A さんのことを嫌な人だと思ってると、その A さんもあなたのことを嫌な人だと思ってるもんなんですね。人間の心っていうのはそういう意味で相手の人の心に対してね、鏡のようなところありますからね。 ですから、逆に、まあ、なんて言いますか、あのまあ、その相手の人を、ね、逆にいい人だと、まあ、ふうに思うということにするわけですよね。そうするとその、そういうふうに思われている、まあ 子供のね、例えば B 君なら B 君でいいんですけども B 君はですねあの自分がいい人間だと思われてるってことになりますとねそうしますとその人間ってのはもちろんですね、えー、皆さんもそうでしょうけども自分のことをいい人だと思ってる人の前に来るとやっぱりいい面が出てくるんですよねそれはあのやっぱりこのいい面を見せようってことになるのでしょうかねあるいはその逆に自分のことを悪い人だと思ってる人ってのはやっぱりあなたの周りにいるでしょで、まあ、そういう人の前に来ると自分の嫌な面が出てきてしまう しそういったその、まあ、相手に応じて自分のいい面が出てきたりいや悪い面が出てきたりするわけですよね。まあ、そういったことを逆に利用するわけですよ。つまり、ビッグの立場で言うとね、例えば自分のことをいい,ふうにい,い人間だと思っているその友達のお母さんがね、の前に来るとやっぱりいい面を出そうとするんですね。でそれはあの子どもの教育の世界でもよく経験することなんですよ。で例えば、前も言いましたけども、あの私はですね、若い頃、まあ、 子供たちを教えて,教えているときにですね、例えば、そのいわゆる X クなら X 君がですね、X、ま、が、あ、嫌な子だな、悪い子だな、なんて、まあ、しかし今教えなきゃいけないから教えるな、なんて思ってるでしょ。そうした心は、まあ一2ヶ月はごまかしく聞きますけどね、半年、一年は持ちませんね。そうしますと、一年ぐらい経ちますと、子供の方から、林先生、嫌いってなってくるわけですよね。 ですから、あのまあ、最初に、ですから、まあ、どんな子,子,供でも子供でもそうですけども、最初に会った瞬間からね、あなたはいい子なんだよっていう感じで、自分の方の心を作ってしまうんですよね。そうしますと、子供の方もですね、林先生は私のことをいい人間だと思ってるってことがね、分かってきますと、その子供はですね、まあ、私の前で、 まあ、いい面を見せようとするわけですよね。まあ、そして、お互いの良好な人間関係を作り、そして育てていくということが、一つの教育の場においては要になるわけですよね。ですから、それをしないと、まあ、なんて言いますか。 先ほど言いましたよね、人間関係そのもの,も,のもですね、変な風に変なふへと進んでいってしまうわけですよね。ですから逆に、あの先ほど言う、ちょっとまあ、あなたのお子さんがですね、どうもよくない子供とつき始めたと思いましたら、逆にね、あのそういったあなたの心がね、その相手の子供に伝わるように、あの逆にねあの、褒めてみたり、面白い子ねって言ってみたり、今度遊びに誘ってみたらとかってね、あるいはその何かを。 食べ物があったらね、それを持ってってあげたらとかね、どっか行った時にお土産を届けてあげたらっていう感じで、その相手の子供をですね、自分の枠の中に取り入れてしまうんですね。そうしますと、あなた自身がですね、まあ、その、あなた自身のお子さんを通して、相手の子供を遠隔操作することができるわけですよね。まあそれはあの、 大変あの高度なって言いますかテクニックも必要ですし、これあの芝居でやりますと、ね、あの見抜かれますから注意してくださいよ。あの演技でやってもね。やっぱりその瞬間において、やっぱり、えー、本気でそう思わなきゃいけないということですね。そういう意味では子どもの心というのは、ね、あ,のあなたが思っている以上に敏感で、それからのデリケートでね、そして繊細ですからね、まあ、同じことですけども、要するに、あのーまあ、あ,のあなたの心の裏まで読んでしまいますからね。あのですからその裏を読まれないようにするにはどうするか言ったら、そうした まあ下心はまあやめてですね、心底、あこ、自分の子供の友達はいい子供なんだっていう前提で、まあ付き合っていくということですよね。まああのー、そうしたその人間関係を作っていくっていう意味では、何も子供との関係だけではなくて、あなあなたの友達、そしてそのまたそのそ友達の友達という関係でね枠を広げていくときには、必要なことではないのかなと思いますね。 まあ先ほど言いましたように、運を心あれば水心、行為の偏方性というんですね。ですから、英語のやっぱり教育格言にはあるんですね。相手は、あなたが相手を思うように、あの相手の人はあなたのことを思うというあの、英語の教育格言がやっぱりあるんですね。もう一度言いますと、相手の人はね、あなたが思うように、あなたのことを思うというわけですよね。そういうこともちょっと知っておかれると、まあ,あの、なんて言いますか、あより、 良いいい人間関係にななっていくんじゃないですかねただですね、まあ最近私は若い頃はそういうふうによく思ったんですけども、やっぱり60、70になってきますと、まあそういった人間関係を作ったり、まあ修復したりということは疲れてくるもんですからね、まあ、ある時期が来ましたら、まあそういった、あの、ね、なんて言いますか、 こと友人関係については、落ちぼ広いの、落ちぼひいと言うとかれますけどもね、そういう失い方はしちゃいけませんけども、しかし、私人生そのものが落ちぼ広いですからね、確かに。ですから、落ああちぼ広い的な、ね、あの人生観になってきてますから、まあ、私の場合は、まあ、めんどくさい人間関係はもう嫌ですね。 あのもううんざりというか、あのもう先が短いですからね。ですからまあ今更ね、人間関係を広めて、そして人間関係を深めてなんてこと、新しい人と付き合ってね、深めていこうなんてことはあんまり考えないですね。やっぱり、あのはい。その辺はあの、割と年を取るとそういった面では、 ドライになれる面もありますからね。まあ嫌われてもいいやとかってね、居直,居直ったり、どうせも私のこと悪い人間思ってる人はいるわけですからね。まあいいやと思い,思いたければ重いってい感じでね、居直って生きてくるしかないですよね。あのー、まあ、それ以上に、えー、自分のやるべきことをやっていくってことに、まあ、なってきてるわけですよね。で、次の原稿も読ませていただきます。えー お父さんの給料が少ないでしょっていうのでね、あの、書いたんですけども、そうでなくても難しいのが子育て。夫婦の心がバラバラでどうして子育てができるというのか。その中でもタブー中のタブーが互いの悪口。ある母親は娘年長時にいつもこう言っていた。と、お父さんの給料少ないでしょだからお母さんは苦労してるのよ。まあ、とかね。 えー、あるいはお父さんは学歴がなくて会社でも相手にされないのよ。あなたはそうならないで、ね。と母親としては娘を味方にしたいと思ってそう言うが、やがて娘の心は母親から離れる。離れるだけならまだしも母親の指示に従わなくなると。この文を読んでいる人が母親なら、まず父親を立てる。そして先導役は父親にしてもらう。賢い母親ならそうする。 この文を読んでいる人が父親なら、まず母親を立てる。そして先導役は母親にしてもらう。つまり互いに高い次元に相手を置く。例えば何か重要な決断を,決断をですね、迫られたような時は、お父さんからに聞いてからにしましょうね。あるいは反対にお母さんに聞いてからにしようね。と言うなど、仮に意見の対立があっても子供の前ではしない。父、子供に向かって、テレビを見ながらご飯食べてはダメだ。母、 いいじゃないのテレビぐらいとこういう母親がまずいこういうケースでは父親が言ったことに対して母親はこう援護するお父さんがそう言ってるからそうしなさいとそして母親としての意見があるなら子供のいないところで調整する子供が学校の先生の悪口を言った時もそうだあなたたちが悪いからでしょとまず子供をたしなめる 合図中打ってはいけない。いこの合図中打っていけません、よ、皆さん。合図中打ちますとね、特に子どもの世界だけじゃなくて、女性の世界もそう、母親、親たちの世界もそうですけどね、あ,のあなたが言ったことになってしまいますからね。もし先生が問題があるなら、子どものいないところで、また子どもとは関係のない世界で処理する。これは家庭教育の大原則。ある著名な教授がいる。数十万部を超えるベストセラーもある。彼は自分の著書の中でこう書いている。 子どもには夫婦喧嘩を見せろ、意見の対立を教えるには良い機会だと、まあ、ちょっとあの文の途中で申し添えてはいけませんけど、この方はです、ね、あの大学の教,教育学部で教授をなさってた方で、まあ、時々あのまあ子どもに接したりというのことをなさってたみたいですけども、いわゆるまあ現場で最前線で、いわゆるその教育に立ったことのない人なんですね。ですから、こういったそのまあ私から見れば大変な暴露なんですよね。 子供には夫婦喧嘩を見せろ。意見の対立を知るね、良い機会だ。なんてこんなね、おばかなことをね、堂々とその本に書いてらっしゃいましたね。はい。しかし、夫婦で哲学論争でもするならともかくも、夫婦喧嘩のような見苦しいものは子供に見せてはならない。夫婦喧嘩などというのは大抵は見るに耐えないものばかり。その教授は他に、子供との絆を深めるために、遊園地などではわざと迷子にしてみると良いとかね。 家庭のありがたさを分からせるために、2、3日子供を家から追い出してみるとよい。と書いて書いてる。とんでもない暴論である。またちょっと間にちょっと私の意見を挟みますと、この本はかなり売れたんですよ。それで私に買わなかったんですよ。 書店で,です、ね、立ち読みしている間に頭、カーッとなっ熱くなったんですね。実は私ね、自分で本を書いてみようと思った、このきっかけになったのはその本だったんですよ。それまで私は、まあ、40歳過ぎるまではそうしたまあ教育本というのは書かなかったんですよね。でしかしその本を読んだときに、とんでもないことを言ってる、こんなおバカなことを言ってるから、自分の意見もじゃあ書いてみてやろうということで、私は自分のまあ教育論というのを書き始めた。 ですよね、そういう意味では、この本はですね、大変私にとっては、まあ、きっかけになったという意味ではね、役に立った本です、まあ。とんでもない暴論であると、わざと迷子にすれば、それで親子の信頼関係は消えます、消える。そして、もしあなたの子供が反日、半日ですよ、行方不明になったら、あなたはどうするだろうか、あなたは創作願いだって出すかもしれない。子供は親を見ながら自分の夫婦像を作る。 家庭像を作る、さらに人間像まで作る、そういう意味で、もし親が子供に見せるものがあるとするなら、夫婦が仲良く話し合う様であり、いたわり合う様である、助け合い、喜び慰め、慰め合う様である、古いことを言うようだが、そういう様があ子供の中に染み込んでいて初めて子供は自分で良い夫婦関係を築き、良い家庭を持つことができる。欧米では子供を 良き家庭人にすることを家庭教育の最大の目標にしている。その第一歩が夫婦は一枚岩ということになると。まあ、夫婦でですね、お互いにけなし合って生きるっていうのは、あのまあ、寂しいですね。で、今この良き家庭人という言葉を使いましたけども、あの、be a good family man という言い方をするんですけども、まあ、あの家庭人として、まあ、 まあいわゆる家庭児にするのは教育の目標であるということは、オーストラリアでもそう言ってますし、あのフランス人の方にも確かめましたら、やっぱり同じことを言いますし、ドイツ人の方に確かめましても、やっぱり同じこと同じのこと言いましたね。ただ、アメリカの場合は、インディペンデント・テンカーと言いましてね。いわゆるそのいわゆる独立してものを考えられる人になるということで、まあ、いわゆるそのインディペンダントということをよく使いますがね。まあ、ともかくも、良き家庭児にするということですよね。で、その中でまあ大事なことは、あの 今、今日話した中でこの中で、ね、大切なことはです、ねえー、子育てというのはあのー、本能じゃないんですね。学習なんですよ。まあ、そこはあの重要なポイントでしてね、いわゆるその例えば、あのー、子育てというのはほっ,とほっといても、その子供に本能的に伝わっている、まあ、能力じゃないんですよね。まかりやすますと、自分が親に育てられたという経験があって、初めて、えー、今度自分が親になった時にまに、あ、子育てができるということなんですよね。 ですから、あの今から、ちょうどもう16、1年前ですかね、時の厚生省がそれを認めたんですね。子育ては本能ではなく学習であって、これはもう大変な意味があるんですよね。ということはどういうことかと言いますと、例えば、高等な知的な生物だとそうなんですけども、例えばその、チンパンジーでもそうですし、えー、佐渡のトキさんもそうですけどもね、トキさん、あの鳥のトキさんねあの。やっぱり自分が親に育てられたという経験があって、初めて、今度は自分にね、ひなや子供が生まれたときに子育てができるようになるってことですよね。 ですから、あの子育てというのはあの教えるもんでもないんですよね。体に染み込ませておくものなんですよね。ですから、あのその子ど子供に染み込ませておくという部分で、まあ、あのやはりこう重要なのは、その子供を包む家庭的な環境ということになるわけですよね、まあ。要するに、分かりやすく言いますと、ほっといても子子供はね、子育てができるようになるとはない、ということはないわけです。 ですから、それをですね、逆に見ますと、ですね、あなた自身の問題にもなってくるわけですよね。どういうことかと言いますと、あなた自身がですね、どうも子育てをしていてしっくりできないと、ぎこちないと。 これでいいのか、これでいいのかしらというような、ね、疑問だとか、ね、心配ばかりが先行するというようであれば、あなた自身に、いわゆるその子育てが染み込んでいないということになるわけですよね。まあ、不幸にしてね、大体まあほとんどみんなそうですけど、不幸にして不幸な家庭に育ってですね、そしてまああの自分自身の中に子育て感といいますかね、親像といいますかね、それが染み込んでないと染み込んでないと見るわけですよね。ですから例、例えば、あなた、ひょっとしたらね、皆 多、まあ、かれ少なかれみんなそういったその、まあ、環境にみんな育っているんですけどもね、まあ、逆に言いますとそのお父さんお母さんが仲良くてです、ね、夫婦円満でそして何一つ不自由なく楽しい幼児期あるいは乳幼児期を過ごしたという人の方が少ないわけですからねだから今のあなたが逆になんて言いますか私はその 不幸にして不幸な家庭に育ったと。夫婦ばかり、夫婦はね、お父さんとお母さんはいつも喧嘩ばかりしてたと。お父さん上着ばかりしてね、家庭中めちゃ,くちゃめちゃくちゃだったとかね、まあ経済もなくて、そのめちゃくちゃだったというような人の場合はですね、今自分が子育てをしていてもどこかぎこちないはずですよね。ですから、から例えば同じ過干渉でも過干心でも極端になりやすいですしね、あるいは出来合い という面においてもね、子供を溺愛したり、あるいは過保護にしたりというような感じで、あのまあ、まあ、失敗という言葉を使いたくないんですけども、どうもうまくできないというふうにぎこちなくなるわけですね。まあ、ぎこちないというのは、結局は親像が染み込んでいないということです。ですから、そこで先ほど言いましたように、子育てというのは本能ではなく、学あ、ごめんなさい、学習ではなくて本能だよということですよね。ですから、あのテキストを読んだりね、ね本を読んだり、マニュアルを読んだりしたところで、子育てというのはできないわけです。 やっぱり子育てというのは、ある意味で本能的な部分でするものですからね。いくら頭の中で分かっててもですね、子供何か失敗しました。いつになったらって言って怒りのまさ先に来るってケースもあるわけですからね。ですから、それはもう本能的な部分でもう自分をスイッチオンしちゃうわけです。ですから、理性で子育てをするということはないわけですね。頭の中でそれはいろいろと、例えば皆さんもこうしてね、私のこう動画を聞いてくださってね、ああ、そうか、分かったと、じゃあそれ、これからそうしようっていう風うにしたところで、それはそうはうまくいかないんですよ。 時間がかかるんですね。もっと言いますと、私がこうして皆さんにしゃぶ話していることがですね、皆さんの心となって、そして心子育ての指針となっていくためには、まあ、時間がかかるということですよ。その時間を、まあ、無視してあの、いきなりね、今日いい話聞いたから、明日からいい私はいい親になるというわけにいかないんですよね。それが、まあ、いわゆる子育てはあ本能ではなく、学習であるという意味の、まあ、重要な部分ですね。 まあ、繰り返しになりますけども、ここも、まあ、子育てのポイントということになりますけども、えー、あなたのお子さんにですね、将来、より良い、まあ、い家庭人になってほしいと思いましたらですね、今、この時点において、父親というのはこういうもんなんですよ、母親というのはこういうもんなんですよ、家庭というのはこういうもんなんですよ、幸せというのはこういうもんなんですよ、ということを、今、染み込ませておくということですね。つまり、皆さん自身が、親としての見本を見せて、そして、その、教えるんじゃなくてね、 その環境の中で、雰囲気の中で子供にそれを染み込ませておくということですね。そういう染み込みがあって、初めて子供は自分が今度親になったときに、それを自然な形で自分の子育てに生かしていくことができるということなんですよね。そういった意味でちょっと話はそれますけども、あのあのわ私たちの世代っていうのはやっぱりあの終戦直後で生まれて、私自身もそういうその終戦直後の人間だったもんですから、あの戦争というのはあの、この 子供には経験させちゃメですね。それはもう本当に罪な、罪なことだと思いますよ。私なんかもやっぱりこの親父がですね、台湾で貫通銃装を受けて、本当にまあ、 帰ってきて、商い軍人になって、それからやがて酒に溺れるようになったんですよね。あの酒に溺れる気持ち、今なんて見てよくわかるんですよ。それはですね、自分があの、いわゆるその、いわゆる深刻日本を信じてですね、天皇陛下、天皇陛下といって、まあ、敵人なんかを突っ込んでいった、そして自分の、いわゆる価値観がですね、敗戦終戦とともに、ひっくり返ってしまったわけですね。でも親父にしてみれば、今まで俺は何をしてきたんだって自己否定にもらったんだろうしね、生きる目的っていうものをなくしてしまったんだろうと思うんですよ。それでまあ、あ 酒に溺れたというのは、まあ、私に言わせれば、まあ、あるべきと言いますか、当然だろうなというふうにして、今にしても思うと分かりますけどもね、しかし私は子供の頃では分かりませんでしたからね、あの酒飲んで暴れるのが親父だという形でね、ですから、まあ、私の場合はめちゃくちゃな家庭を経験したわけですよね。まあ、そうしたぎこちなさというのは、今度は自分が親になったときにやっぱり出てきましたね。それはあのそういった意味での、いい意味でのかか良き家庭人というのが私の心の中には染み込んでいませんでしたからね。 ですから、もう、なんて言いますか、極端で、まあ、なんて言いますか、極端な、本当に極端だったと思いますね、私の子育てというのは。何かにつけて極端だったと思いますね。ですから、まあ、そういったぎこちない子育てになってしまったわけですね。ですから、皆さん自身の中にもね、そういったぎこちない子育てをしてる、してらっしゃる方も多いと思いますよ。これやっぱり私の感じでは、7、8割がそうじゃないかと思うんですよ。本当にこう心豊かで、穏やかでね、優しい子育てができる人っていうのは、2割。 2割から3割、もうちょっと最近は増えてきたと思いますけれども、まああの、私たちがあの子育てをしてた頃には、本当に7、8割の人たちは、みんなぎこちない、まあ、ある意味で今から思いますとね、めちゃくちゃな子育てをしてたと思いますね。まあ、そういったその染み込みというのが、まあ、いわゆる良い,良い意味でね、いい意味での染み込みはなくて、そして悪い意味での、まあ、いわゆる どさくさ的な子育てというのがやっぱり入ってましたからね。ですから、今皆さんの中にね、あのそういったその私にどうも子育てしていて、あのいわゆるそのギクシャクしてるとかね、ギスギスしてるとか、まあ、中にはですね5%から7%の方は、ですね自分の子供をですね自分の子供でありながら愛せないと言って、まあ、人知れず悩んでいらっしゃるわけですね。これだいたいあの 普通の,あの公式のいわゆるアンケート調査によると5%前後ですねで。私は自分でアンケート調査したときに7%という数字を出しました。それはですね、お兄ちゃんは好きだけども、弟は嫌いとかね、お姉さんは嫌いだけども、妹が好きとかね、あれは弟が好きとかっていう感じで、まあ、あの2つにこう分かれるケースがあるんですよね。それは結構多いんですよ。親だから子供を愛しているはずだとかね、親だから子供を平等に愛しているはずということはないんですよね。それは、 いわゆる人間関係の問題ですからね、対人的な問題ですから、好き嫌いがあって当然ですしね、その中にまた人間関係というのはう、特に親子関係というのは5年、ね、10年単位で熟成されていくものですからね、まあ、そういうことがあってもいいわけですよ、それは。 まあ、うちのね、長男は大嫌いだけど、うちらはいいなとかね、三男坊は大嫌いだなとかっていう、まあ、そういうふうにこう言う人もいますからね。まあ、それはそれでいいわけですよ。なことはあの、自分を責めていけませんし、自分はおかしいんだというふうに思っちゃいけませんよね。その辺は、子育てというのは自然体でいくのがいいわけですよ。何もその、気負うこともないしね。まあ、あるがままの自分を思素直に認めながら、あのまあ、その子育てをしていくということが子育ての基本ですけどもね。まあ、要するにそういった形で、まあ、出てくるわけですけどもね。まあ、あの、話戻しますと、そういう形で、 私自身の場合もですね、そういった経験が、まあ、ということはもって思うともやその先にある父親が経験した戦争というものがですね、父親の子育て館に、まあ、移り、移りね、そしてそれが今度私の子育て館に移るというふうに、戦争というものはあの、その表のね、ドンパチだけではなくてね、10年単位、あるいは50年単位、ひょっとしたら100年単位の長いスパンでね、その次の世代にも大きな、まあ、悪い影響を与えていく。 ということですよね。ですから子供には、まあ、戦争を経験させちゃいけないよっていうのは、そういったところに、まあ私の,、まあ、私の考えはですね、そういったところに根ざしているわけです。決してあのその戦争のドンパチだけで終わるもんじゃないしってことなんですよね。いわゆる心の傷っていうのはずっと残るということですね。そして代々、まあ悪い意味でね、引き継がれていくもんだよってことを、まあ私はいつねいつね言っていますね。そういう意味で、えー、例えば今でもね、あの例えば、 まあ、あえて中東なんかでも戦争しますし、民になって、まあ、ヨーロッパに逃げていくる人もいるしね、そういった戦争の中で子どもたちが、まあ、何も抵抗力もなく、うおさをしているわけですけども、ああした子どもたちは深い傷を負っていくんでしょうね。そしてその傷が癒えると言いますかね、癒えるまでに1世代、2世代では私は無理だと思いますね。3世代、4世代へとつながっていくわけです。まあ、そうしたその負の遺産のようなものをね、子どもの世界に伝えていくということは、やっぱり避けなきゃいけませんね。 またあの、経験させてはいけないことだと私は考えています。まあ、ちょっとはね、子育てというのはあの、本能ではなく、えー、ごめんなさい、学習ではなく、本能でっていうのは、そういう意味だよということを話しても、ちょっと今話がねあの、プラ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 飛んでるのはですね、今、一匹だけ蚊、ね、が飛んできましてね、うるさく、その私の周りを飛び回ってるんですよね。 まあちょっと今止まったんで見たんですけど、腹が膨れてるとこを見ますと、私の血を吸ったのかなーなんてね、ちょっとそのことをね、考えながら今喋ってるもんですから、注意力が散漫になりましてね、蚊がブンブン飛んでるのに目の前に飛んでるもんですから、ね、こういう時はマイクを持ってるもんですからね、まあ、いわゆるその、話しながらパチンと叩くわけにいきませんしね、まあ、我慢しても刺されてもいいやと思ってね、話してるもんですから、あの、今自分で何を話してるかということがね、集中できなくなるもんですから、ちょっと怖いですね。ですから、まあ、皆さんお聞きになってる人がですね、 なんで林の話がもうめちゃくちゃじゃないか。まう死に滅裂じゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、ごめんなさいね。まあ、要するに、子育てというのはそういうふうに染み込ませておくというもんなんですよ。その、教えてできるもんじゃないですよね。幸せならこういうもんだよ。あんたは幸せな家庭を作るにはこういうもんだよって形でね、子供にその、教えて、教えられるもんじゃないってことです。いわゆるまあ、子育ては本能ではなく、あ、学習、もうしょっちまた考え飛んで,きたもんですから、学習ではなく、まあ、本能で、本能で。 じゃ本能ではなく学習。その学習っていうのはどういう意味かというと、本で読んだりってことじゃなくて、体に染み込ませておくってことなんです。本当にうるさいか題ね、これ、初年の本当に。あの、このビデオ終わりましたら、も、ま、う、あ、本当に <laughs> で、まあちょっと考えてます。まああの、そういうことでね、あの、今日、まあちょっと気分、皆さんのおかげでですね、あの、まあ短いですけども、ちょっと追加版ということを、えー、作ってみました。あの、 ありがとうございました。あのー、ね、あのー、まあ、ビデオね、あのー、聞いてくださって、まあどの、どの程度聞いてくださったか知りたかったもんですから、前回ですね、もしここまで聞いてくださった人がいらっしゃいましたら、あのー、YouTube のね、下の評価というところでね、高評価、高い評価というのところ、ちょっとクリックしてくださいねって言いましたら、本当にたくさんの方にね、クリックしていただきまして、ありがとうございました。私の言ってることがね、あのー、まあ、そういう形でお役に立っているのかなと思いまして、嬉しかったですね。 まあ実際ですね、私は、あのー、なぜ嬉しいかと言いますとね、そっち側にいますね、あのー、実はですね、ずっと教育公演ということをしていたんですけども、この謎のテント線をやるようになってから、まあ、教育公演の数はもうどん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 年々減りましてですね、今はもうほとんどまあ観光取りがないというような感じですよね。ででまああのー それがまあ収入になっていたということではなくてね、まあもも、もともとボランティアみたいなあの仕事ですからね、まあ、それをその生活に回すことはありませんでしたけども、まあ、しかし現実に、この、なんて言いますか、教育教講演というのは激減しましてね、やっぱりこ,のっぱこういった問題を取り上げているもんですから、まあ、なんかね、やっぱり世間の目から、世間の人たちからすればですね、まあ、おかしいな人間だというふうにまあ見られるわけですよね。それは皆さんもそういうふうに見られますから、どうかご注意くださいね。と同時にですね、 私がなぜ嬉しいかというと、ですね、あのー、例えば教育公演でね、私の場合、まあ、学校なんかでやっても300人、多くて500人という感じですよね。まあ、生涯において3000人以上の講演会をやったのは1回しかないんですよ。まあ、3000人でね、あのー、3000人の人が来ていただいたのは1回しかなくて、まあ、大体多く一番多くてもやっぱり1500人、まあ、多くてか多い方で、ね、1500人か2000人だったんですよ。でまああのー、そんな方に、まあ、話を聞いていただいたことは、まああのー それはの私のホームページの方からね、その、まあ、主だった講演先のリストを書いてありますから、まあ、私のホームページの方からね、講演先っていうのをクリックしていただきますと、まあ、過去に私がどんなところでどのような講演してきたかということが分かっていただけると思いますけども、そういったものなんですよ。ところがですね、まあ、そういった講演がなくなってですね、なくなった代わりにですね、まあ、私がこうして、まあ、教育講演的な、まあ、あのその YouTube でビデオを発表しますでしょ。そだいた大体1日か2日の間には1000件超えるんですよね、アクセス数が。 それとっても嬉しいことですね。まあ、そのなんて言いますか、あれほどね、あのーまあ、講演、講演なんかしてきただけでも、やっぱり本でもそうですからね、3000部、5000部。 私のような全く無名のね、どうしようもない人間が本を3000部、5000部売るということは、これ何ヶ月もかけて大変なことなんですよ。あちこちで宣伝しまくってね、そして売るわけですけどもね、まあ、そういうこともしなくても、まあしなくてもいい,だとそのそれがいいわけじゃありませんけども、こうしてね、書斎に座って、自分の好き勝手なことをしゃべって、そして皆さんのお役に立って、それは一晩か二晩でね、まあ、普通の教育、講演以上のね、人たちの、まあ、目に触れると言いますか、 聞いていただけるということは、やっぱり私にとっては、そっちから言いますね。夢みたいですね、本当にね。そんな夢みたいなことが、こんな風にして、こういう形でできるということは、本当に嬉しいですね。そして、今までの自分のね、四十数年の経験がですね、無駄にならなかったと。まあ、本当に、まあ、これから先のことは分かりませんけどね、やがて消えてしまう運命にある,あると思いますけども、まあ、少なくとも今の時点では、無駄にならなくてよかったな、というようなと、という意味でね、嬉しいですね。 あの例えば今、本なんか読んでいただきましたけども、この本にしても、私の場合は2冊、3冊っていうかね、三ズリっていうんですけどね、造反かかるというのは、めったにないことでしてね、滅多にということは、まあ、2冊か3冊ぐらいまでかかるんですけども、もちろんベストセーラーなんていうのは夢のまた夢でしてね、そんなことはありえない世界だったんですけども、その、まあ、例えばその、まあまあ、こうしてね、皆さんに今こうして話すことによって、やがてまあひょっとしたらですよ、 YouTube の場合は永遠に残るなんてことを、ね、よく言われますけども、永遠に残ってですね、そしてその10年経っても20年経っても、やっぱりどっかでまあ見聞いてくださる方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。その点本の方はですね、残る残ると言いながらも、まあ、残らないんですね、あれね。まあ、本当にベストセラーになって、皆,の皆さんに、ね、支持されれば話は別途必要けども、単発的に、ね、出した本というのは、まあ 残らなないいいんでですよねそういう意味で私は嬉しいなと思ってます、まあインターネットの力っていいますかね、こうして皆さんに支持していただけるおかげといいますかねあの、こうして皆さんに教育論を、まあ、話せるってことは嬉しいですね。謎の点と線もこうして皆さんに分かっていただきたいと思って、まあ一生懸命訴えているわけですけども、同時に、 教育講演っていうのもですね、こうした、まあ、講演っていうもんじゃありませんけども、談話っていうようなものもですね、こうして皆さんに聞いていただけるということは大変嬉しいことです。またあの指示してくださる方いらっしゃいましたね。まあ今,まあ、今度はそんなインチキなことはあのお願いしませんが、インチキってことはね、前回はですね、あのここまで聞いてくださった方いらっしゃったら、ちょっとアンケ,あのアンケートを 的に、ね、あのクリックしてくださいねって言いましたら、だい大体い10%から15%の人が1時間フルに、ね、私の YouTube を聞いてくださっているということが数字上で分かりました。まあ、あの、まあ、皆さんの指示があればね、またこれからも続けていきたいと思いますので、もし指示してくださるようであれば、またよろしくお願いいたします。どうも皆さん、最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。まあ、いつもよりね、少し早いですけども、40分でこのビデオ終わります。それでは皆さん、また、あの、はい。 次回、教育講演の話ができるように私は望んでいます。バイ